はい、今回はこんな感じのベガスでブルーバックやグリーンバックの切り抜きを行う黒巻合成の作り方をご紹介していきます。まずグリーンで撮影した素材を配置します。こんな感じの素材となります。主要部分を切り出していきます。ではこの素材のグリーンを切り抜いていきます。まずはじめにグリーンの外側ですね、この四隅不要な部分を切り取っていきます。エフェクトからクッキーカッターを追加します。このクッキーカッターで使う部分を切り出していきます。丸い境界の外側が切り取られていきます。わかりやすいようにメディアジェネレーターの単色で背景を下に置いておきます。こんな感じですね。丸の外側が切り取られています。この丸の範囲を大きさと位置ですね、作っていきます。そして境界をなしに、これでグリーンバックの外側の不要な部分を取り除くことができました。では次にクロマキーのエフェクトでグリーンを切り取っていきます。エフェクトを追加、プラグインチェーンからクロマキーイヤーを追加、 OK。するとこんな感じで、すでに少し変化があります。今標準ではこのブルーの形で切り取られた形となっています。一度エフェクトをオフにして、カラーからスポイドを選択し、グリーンを選択します。そしてエフェクトをオンに、するとグリーンで切り取られた状態となります。では次にこのグリーンで切り抜く範囲を調整していきます。マスクのみを表示にチェックを入れます。切り抜く範囲の表示となります。この白い部分が残す部分となります。今薄い白になっていますので半透明の状態になっています。これを真っ白になるように調整していきます。コースレッショルドを持ち上げて、この白い範囲を持ち上げていきます。こんな感じですね。こんな感じで残したい範囲は真っ白に塗られるように設定していきます。やりすぎると他の範囲も出てきてしまいますので、この塗りつぶすちょうどいい塩梅ですねに設定します。このぐらいですね。時間を変えて全体的に見ていきます。そして次に、今この白を持ち上げたことによって出てきた関係ない部分ですね。ここの白を消していきます。低スレッショルドを持ち上げて、暗い範囲を調整していきます。こんな感じですね。こんな感じで切り抜く範囲をくっきり残すことができました。プレビューで見てみます。こんな感じですね。こういった絵作りのチェックは滑らかに動くことよりも、このきちっと映像がきれいに表示されていることが重要ですので、プレビューはフル画質で行います。こんな感じですね。そしてマスクの表示をオフにします。これで綺麗に切り抜くことができました。あとはもう背景を好きなものに入れ替えて、例えば、
こんな感じの空ですね。であったり、宇宙ですね。他にもよくあるデジタリックの背景素材ですね。であったり、こういうポップな背景であったり、いろいろなものを合成して使うことができます。そして使う背景が決まったら、まあ、例えば宇宙としておきます。この背景と合成する被写体の明るさや質感を合わせていきます。今回はこの合成する人物の方ですね、エフェクトを追加してレベルで全体の明るさトーンを落として、なじませていきます。見た目のチェックとプレビューの画質を落として動きのチェックですね。これで完成です。こんな感じで簡単にクロマキー合成を作っていくことができます。そして今回使用したこういったクロマキーの背景ですね、こういったものは Amazon なんかで5000円前後で売られていたりしますので、こういったクロマキー合成を使った動画が作りたい方は一つ持っておくと便利だと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。